位でヤクルトにやってまいりましたサウスポーの山部、今日一軍登録、出場選手登録されまして、これがプロ第1球となります。149キロの速球も持っています。バッターボックスは琴、サウスポーキラーが初めの相手。ちょっとこうバックスイングと言いますかね、ちっちゃいと言いますか浅いですよね。もう少しこう深く大きく取ればいいと思うんですけどね。今度は変化球、結局東、ね、ストレートはセンター前にヒットでしょうか。本人がそのかね。そうでしょうね、まあ、もちろんコーチの人が言われてると思います。村田はご覧のように今日3打数3安打です。今の、ね、バックスイングのこういう腕のテイクバックを取るときこんなに浅いですか、はい、いつもコントロールつけるために浅いですね。浅い、はい、村田今日4安打ですが、今ベンチではちょっとバックスイングという、まあ、腕の振りがちょっと鈍いなと、もっと思い切って引っ張った、フェアです。アベル取っている、遠投、いいプレーです。変えることがよくありますからね。でも最後に川村コーチが手を見たのがちょっとね不思議なんですけどね。今のいいですね。今のは非常にこうゆったりとして、ゆったりと足を上げたっていいですね。今のいいですね。あれが何かの機会をつかめば、まあ、初めてだから無理もないでしょうけどね、今のいいですよ非常に。空振りのルーキーの山部です。ドラフト1位の対決、どんな当たり、少しこうなんて言いますか、テイクバックが浅いからちょっとこの回深いんですけどね。やっぱり一番、さあそのカーブ、あの子好きなわけですよね。でもこの回山部っていうのは非常にこうバックスイング良くなってきましたね。先ほどとは少し違ってきましたが、松井がいると思って投げてみろ、落合がいると思って投げてみろという指示が出ていました。どうでしょう、すくい上げるバッティング、クラークです。センターフライ、の回から守備として出てくるんでしょうか。変化球、今のここで分かりますね。今もさっきよりかなりこうゆっくりだからのラストボール、ストレート、高めに外れてしまいました。フォア、そしてランナーがスタートを切っている、タッチアウト、盗塁失敗です。山部2イニング